こんにちは、池さんです。先日僕ハイエースのタイヤを変えたんですよ。今日はそのタイヤをねレビューしたいと思います。買ったタイヤは韓国のメーカーで南韓っていうねメーカーのマッドスターっていうオフロードタイプのさごっついタイヤ買ったんですよね。実はねもうずっと前から僕のハイエースのタイヤをオールテレインとかマッドテレインっていうさあのフロードルックスのごっついタイヤに履き替えたいなってずっと思ってたんですよ。ところが僕のタイヤ今17インチのアルミホイールを履いていて、そのサイズのマッドテレインオールテレインってなかったんですよね。さらに、それを履くためには車高をね標準に戻さなきゃいけないっていう風に聞いていたので、ちょっとね躊躇していて、なかなか履き替えることができなかったんです。そこで今回見つけたのは南韓製っていう韓国のメーカーですね、南韓のマッドスターっていうタイヤでした。このタイヤは、扁平率のね低い、つまりまあ薄いねタイヤをラインナップしていたので、なんと僕が今気に入っている17インチのバルベロのアルミホイールにこのごついタイヤを履かせることが可能だってことが分かりまして、早速履き替えてみました。ちょっと今日はねそのマッドスターっていうタイヤをご紹介、それから実際の、乗り心地とかのねレビューをしてみたいと思います。まずですねこのタイヤコスパが最強です。なんと4本で、僕が買ったのはね7000円ですよ。めっちゃ安かった。まあね正直安いタイヤメーカーさんでもあるので、まあ様々なご意見があるかなと思いますけども、僕は何しろ、今のアルミホイールに履けるということを重要視してこのタイヤを選びました。それからもうご覧ください、このルックスドン。やはりこのタイヤが今主張しているこのルックスね、一気にタイヤの部分がドーンとこうごつさを主張してるじゃないですか。どんな悪路でも走破できる父ちゃんのタフネスな車っていうルックスに、タイヤを変えただけでこんなに雰囲気変わるんだなと思って、僕が理想としていた車のビジュアルに一気に変わることができて、もう大満足しているところです。さらに、ちょっとねちっちゃくはありますけども、ホワイトレターってね入っているので、またねそこでグンとこう表情を出してくれるので、まあ僕としてはね最高に気に入ったタイヤですね。そしてここがねすごく大事だったんですね。実は僕のハイエースは 1.5 インチローダウンしてるんです。ここでこのマッドテレインオールテレインっていうオフロードタイヤを履けるということがすごく重要だったんです。なんでかっていうと、1.5 インチってことは約4センチローダウンしているので、そうすると、僕の車ね高さがね2メーター9センチになるんですよ。こうなるとあらゆる立体駐車場に入ることができるんですね。なので車高を戻したくなかったんですね。ましてやリフトアップをしたくなかったんです。我が家は1台しか車を所有できないので、この1台が休日のアクティビティと、それと普段の生活両方でどうしても使わなくてはいけないので、立体駐車場に入れるっていうのは非常に重要なポイントだったんですね。この、ルックスをキープしたままローダウンでも履くことができるっていう、ここが僕が選んだ一番のポイントでした。超おすすめです。さてこの次は実際に運転をしながら実際の走り心地ですねっていうのをレビューしてみたいと思います。さてここからロードインスペクションしていきたいと思います。実際に走行しながら感じてることね、ご紹介していきましょう。まずねバランスです。たくさんの人たちからこのマッドタイヤに履き替えるとどうしてもバランス、タイヤのバランスが取りづらいタイヤらしいので、ハンドルのブレ、振動みたいなのが出てくるけどもみたいなことを言われたんですが、これ多分施工店のその作業に左右されるのかなとは思うんですけど、実際にはブレみたいなものは今のところ一切ありません。今ね時速約90キロから100キロの間で走ってるんですけど、その辺はね全然違和感なく運転できますね。続いて直進性、これまたねどうしても右に逸れてしまったり左にね逸れてしまったりっていう癖が出てしまうと、まっすぐこう
走りにくいところが出るんだよっていうふうにも聞いたんですが、今現在ね、そういう直進性が悪くなったっていう感じは一切してないですね。それからブレーキですね。これマッドタイヤってどうしてもドライとウェットでは非常にこうブレーキ性能が落ちてしまうと、これね仕方ないと思うんですね。どうしてもこういう大きいブロックパターンのタイヤなので、その辺が弱いのは仕方ないだろうなと思ってます。今のところ急ブレーキを踏んだりするシーンとかにも合ってないので、特段ブレーキの効きが悪いなっていう感じはしてはいないのですが、やっぱね最初に踏んだ時の初動グッてこう止まるっていう感じはしない。ぬるーっとねブレーキがかかるような、そういう感覚はあるので、やはり、ブレーキ性能は落ちているんであろうなという前提で安全運転をするべきではないかなと思います。さて、まあ、最後にもう皆さんこれ動画を見ててお気づきかと思うんですけども、ロードノイズですね。ぶっちゃけある程度うるさくなるということは覚悟をした上で履き替えたんですけども、これ想像以上にうるさいです。めちゃくちゃ音拾えますね。で、特に僕の車は断熱とかデッドニングとか一切してない車なので、まあかなりうるさいです。例えば今喋ってる声もいつもよりもちょっとね張ってますね声を。それぐらい、ロードノイズはすごく大きくなってしまいます。もうなんかウィーンってねこう音が聞こえると思うんですけど、非常にうるさい。これはもう仕方がないです。さあ、ではついにこのマッドタイヤの真のポテンシャルを確かめるべくビーチへ降りていきたいと思います。そしてこの辺りから一気に砂は深くなりますが、やばい、グリップがいい。結構ふかふかな砂ですけども、非常にグリップします。ちっとも怖くないです。素晴らしい。まあ、ここまで来ると砂もね結構硬いので安心して走れるかなと思います。あんまりビーチ側はちょっとね海水が入っているので、よいしょ。とはいえ、なるべくねスピードを落とさないようにしながら慎重に攻めていきたいと思います。おー、なかなかいい走りっぷりです。しっかりとグリップしてる感じ。ただそうは言ってもやっぱりねすごくハンドルが取られるというかね、深いっていう感じはするので、ここら辺はちょっと慎重に行きたいなと思います。いいですね。ヤッホー、イエイエイイ、パンツボーイ。さあ、ここは気を緩めてはいけません。ここはね気を緩めずにスピードを落とさないようにしてぐるーっとね旋回しながら、ここです。ここから直線に持っていって、実はねこの辺りが一番砂がふかふかなので一番スタックしやすいところなので、一気に上がっていきましょう。で、ここまで上がってくると砂利が敷いてあるので、ちょっとね安全に登りたいと思います。安心、もうタイヤがもう全然安心。砂浜をねがっちり走れますよ。迷うことなく突っ込んでいけるね。これもね一重にタイヤの、マッドタイヤのねグリップ力っていうの、全然ね怖くなかったです。とはいえ結構沈むので、やっぱビーチはちゃんとこういうオールテレインとかマッドテレイン系のタイヤを履かないと絶対スタックするなと。で、ハイエースの四駆はそんなに性能が高い四駆ではないので油断はしちゃダメかなとは思いますが、これでまあビーチの中まで、車も入っていけるので、いろんなところ挑戦できるんじゃないかと思います。最高。
時ね、実際にビーチを走ってみた感じだと、まあしっかりとやっぱり砂を噛んでくれてるって感じがしますね。グリップしているので、やっぱ踏んだら踏んだ分だけトラクションかかってしっかりと走ってくれる安心な感じはしました。さあ、というわけで総合評価に行きたいと思います。まずはコストパフォーマンスですね。もうね、やっぱりね、あらゆるタイヤメーカーの中でも一番リーズナブルなタイヤです。なのでこの値段でやっぱりこのルックスを手に入れることができるという意味ではもう最高のタイヤだと思います。それからロードノイズ、ブレーキ性能、まあ、先ほどの動画の中でも説明した通り、ロードノイズに関しては覚悟をしてください。もうね、うるさくてしょうがないです。だからそこをどうしても気にされるんだったら、そもそもこのタイヤをチョイスするってこと自体は絶対おすすめしないです。はい、改めてもう一度言います。ものすげえうるさいです。なので、まあ、ここは覚悟の上で乗りましょう。そして、ブレーキ性能ですね。まあ確かにちょっと効きが悪くなったかなっていうのと、やっぱね、ちょっと怖いなと思います。ところが、これが幸いにもですね、うるさすぎるのと、それからブレーキ性能がちょっと不安だなっていうところがあるがゆえに、僕ね、全然スピードを出さなくなりました。高速道路でも、もうね、100キロ以上出さないですね。90キロぐらいとかで走るようになったの、なったし、普通の一般の道路でも、すごく車間距離を取るように心がけるようになった、意識するようになったのと、やっぱりスピードを出さなくなったので、より安全運転できるようになったんじゃないかなって思ってるんで、ここはね、いいことだと思ってます。それからビーチや林道、雪道っていうところの走破性能みたいなところですが、実際今回ね、海行ってきてビーチを走ってきましたが、前回履いていたグッドギアのタイヤに比べると、もう格段にやっぱトラクションがすごくがっちりかかるようになったので、正直もう全然怖くないですね。そこそこふかふかな砂地を走っても、まあ僕の車は特に四駆なので、もう本当にね、安心して走れるようになりました。そしてまあ最後にですね、やはり 1.5 インチってちょっとではありますけども、ローダウンした状態でこのマッドパターンのタイヤを履けるということが、僕にとっては一番重要視して選んだところです。やはり、マッドタイヤ、オフロードルックスに乗るためにはこうリフトアップしてごつくっていうところがかっこいいとは思うんですけど、僕はね、このローダウンした状態でこのタイヤを履くっていう、ここがすごくスタイリッシュでかっこいいって思ってるんですね。僕の美学なんですけども、やはりこの、ルックスを作れたっていうことがまず一番の僕の満足点だと思っています。まあ、総合的に言うととてもおすすめなタイヤです。ぜひ試してみてください。というわけで今回はマッドスターね、難関のマッドスターのご紹介でした。ではまた、バイ。Dude, that father is 10 men perm!